はい、ダウンのコートですね。ちょっと原因が分かんないですけど、なんか、60なのかな、ちょっと分かんないですけど、なんか弾いたようなシミですね。素材が、ユニクロの、オリ100か、オリ100ですね。ちょっと見にくいですね。はい、今から作業するんですけど、注意しなければいけないのは、こういったダウン製品というのは、内側からね、コーティングしてあることがたまにあるので、で無理に負荷を加えると、内側から、まあ、いったらどうなのかな、まあ、塗装が剥がれるような感じでね、こう脱落しちゃって、中が透けて見える状態になるので、その辺をまあ気をつけながらやってみたいと思います。あんまりね、やりすぎると コーティングが剥がれてしまう。なじま仕上げた方がいいかもしれないな。まあ、これ乾かすことなくもうそのまま洗うんですけど、一応確認のために乾かしてみます。
まあ、この時点でわずかに残ってますけど、まあ、このくらいが妥協点かなと思いますので、まあ、最初に比べればかなり取れてるはずなんで、まあ、この辺で収めといた方が無難かもしれません。はい、まあ、あとはまたやります。はい、こんな感じです。